山田三郎は日本の政治家、埼玉県富士見市の第二大市長。同市は1972年に市政を施行。同時に行われた市長選挙で地主出身であり、保守系無所属である長根進馬が当選。しかし、長根当選にあたり、増収愛行為があったことが発覚し、長根はすぐに辞任。出直し選挙で日本社会党、公明党、 日本共産党が推す山田が、折からの革新自治体ブームに乗り、当選。1980年に実施された市長選挙では、返り咲きを狙う流れを退け、誰も立ち打ちできない状態で参戦を果たした。社会教育施設を積極的に建設するなど、革新自治体が得意とする福祉政策を推進した。が、サラリーマン新党などの推薦も取り付けて4000を、 果たした1984年頃から工業団地造成をめぐる増収愛の噂が浮上。1988年市長選挙では公明党が自由民主党候補推薦に回り落選。山田は新座警察署に留置され取り調べを受けた後、政界を引退した。山田を支持してきた。 市職員労働組合の幹部は、教育委員会の管理職を外され、ゴミ収集に回されるなどの報復人事が行われた。1987年、市長在職中の山田は、市内の竹の内工業団地の建設をめぐって、団地組合理事長から100万円を受け取り、補助金交付などに絡んで組合に便宜を図り、翌1八十八年には、さらに百万円を受け取った。 市長選落選後、山田はこの件で警察の取り調べを受け、1988年10月12日に逮捕された。後半において山田は受け取った資金は政治献金であったと主張したが、1997年5月20日の一審判決は賄賂性を認定して山田を有罪とし、最終的には2001年9月に最高裁が山田の上告を棄却し、 山田は、懲役2年、執行猶予3年、追徴金200万円が確定した。山田三郎氏死去。読売新聞、東京長官、埼玉南、P33、読み出す歴史館にて閲覧 AB、藤見農職元市長の有罪確定贈賄側の元団地組合理事長も。読売新聞、東京長官、埼玉南、P32、読み出す歴史館にて閲覧。 工業団地建設をめぐる、収賄の前、藤見市長を逮捕、埼玉県警。読売新聞、東京長官、P31、読み出す歴史館にて閲覧。竹内工業団地建設を食事件前、藤見市長に、有罪、浦和地埼川護衛主部。読売新聞、東京有館、P18、読み出す歴史館にて閲覧。ありがとうございます。